山本隆則はプロ野球審判員。大阪府柏原市出身。日本野球機構審判部関西支局所属。審判員素芸番号は41。大阪府柏原市立玉守山中学校卒業。小学校時代は地元ソフトボールクラブに入り、エースとして活躍。中学時代は藤井寺ボーイズに所属。 大阪産業大学附属高校から佐川急便を経て2003年2月1日にセリーグ審判員となる。初出場は2007年4月24日中日広島3回戦。2011年から審判員の統合によりクルーチーフの佐藤審判員が21を着用するため山本は41に変更された。2021年6月2日に 明治神宮野球場で行われた東京ヤクルトスワローズ対東北楽天ゴールデンイーグルス2回戦で一塁類進に出場し NPB 審判員史上132人目となる通算戦試合出場を達成した2016年のクライマックスファーストステージ第一戦巨人対 DNA の試合で二塁類進を務めた山本は8回裏二アウト二塁の場面で インプレー中になぜかよそ見をしており DNA の三上と成の二類牽制を判定しなかった。しかもタイミングは微妙でアウトの可能性もあった。すぐに DNA のアレックス・ラミレス監督が抗議に出た。しかし山本と球審の島田哲也はプレーはかかっていなかったと説明。しかし実際の映像では球審の島田がプレーをかけているのが はっきりと映されていた。これによって DNA ファンをはじめ多くのプロ野球ファンから批判を浴びることとなった。ありがとうございます。